皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2024年4月の27日土曜日でございます。気温は20度といったところでございましょうか。まあまあやっぱり昨日がちょっと高すぎましたよね。そうは思います。20度ぐらいでしたならばまあ普通に過ごしやすい気温とは思いますが、昨日ぐらい暖かいとちょっと暖かすぎかもわかりませんね。そして僕はなんか最近ちょっと放送前に心の準備をしないと放送がうまくというか、放送に臨む準備ができないとうまく喋れませんのですよ。そう言わせていただきたいと思います。なんか心の準備が必要なんです。はい、いつもいつも緊張する、その緊張感が最近増してるような気がいたしまして。そうなんですよね。ですから心の準備心の準備って言っているとどん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 時間が押してしまいまして、もうリス、もういい加減に準備言ってないで収録しようよって言われちゃうわけですよ。もう僕の心の準備、これを整えさせてくださいよ。そういうことをスタッフさんに言いたいと思いました。そうなんです、心の準備できていないとうまく言葉が紡ぎ出せません。ですが今日は紡ぎ出さなくてもなんとお便りをいただけてますから、お便りをお読みしてコメントすればいっぱいいっぱいお話できますから、そうは思います。はい、しっかりとお便りいただいております。そういうことでございますから、もう拝見しちゃいましょうね。そうですそうです、無駄な本当にこの雑談は冒頭必要ないぐらい、お便りがあるときにはお便りに集中したいと思います。とのことでして、じゃあ拝読させていただきます。じゃん、ペンネーム瀬戸佳さんよりいただきました。瀬戸佳さん、お便りちょいちょいありがとうね。もう瀬戸佳さんのお便りがもうしっかりした内容でちゃんとピシリといただけますから、その内容が本日も気になっておりますから、もう本当にありがとうございます。1500回もご覧になってくださいました。しっかり瀬戸佳さんのイラスト、はい、もうドカーンって、はい、イラスト使わせていただきましたからね。もう瀬戸佳さん色に染まった1500回だと思います。そんな瀬戸佳さんからまたまたお便りをいただきまして、もうお読みしたいと思います。じゃん、リス君こんにちは。あ、瀬戸佳さんこんにちは。本日もどうかよろしくお願いいたします。もうまずはつっかえないように、はい、気をつけて丁寧に読ませていただきたいと思います。じゃあ引き続き読ませていただきます。読ませてって言いましたけれども、読まさせてが正解です。そこら辺どうなんですか。さを入れたり入れなかったりするのってなんかさ入れとかなんかそんななんか国語の言葉でなんかなかったでしょうか。さ忘れ、さどうなんですかね。もうそこら辺もお願いいたします。そこら辺も読まさせてなのか
読ませてなのか、どっちが正解なのか、これ普通に僕本当の本当に知りたいのですよ。ですから、さを入れるのか入れないのか、さあ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 さだけに、はい、言ってみました。そういうことでございますから、お便りまたまた待ってますよ。もうそんな風にちょっと途中で、はい、つまずいちゃってすみませんね。じゃあ読ませていただきます。じゃじゃん、ゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークはリス君同様、お仕事をして過ごします。あ、仕事の合間に掃除もしてますよ。私の大掃除は年末ではなくてゴールデンウィークなのです。頑張ります。あ、チーズ美味しいですよね。種類もたくさんあって楽しいですし、とろける系のチーズを乗せると何でもごちそうになるような気がしてます。そんなわけで、また美味しそうなチーズに出会ったら教えてくださいね。そろそろクラウンメロンは一部のマスクメロンのことですね。以前静岡の友人メロン農家からいただいたことがあります。とっても美味しいですよ。ぜひお試しを。ではまたねとのことでして、たどたどしくてすみませんですから、ちょっとすみません。はい、なんか目がしょぼしょぼするんです。目がしょぼしょぼ、はい、そういうことでございまして、なんかよく字が見えなくなっちゃったんですよ。よく字が、そんな言い訳をさせていただきつつ、そうなんです。ですから冒頭からもう一回目を凝らして拝読させていただきたいと思います。にしてもですよ、本当にそのご友人にメロン農家さんがいらっしゃるって、どんだけ恵まれていらっしゃいますか。そうは思います。やっぱり友人関係って、僕特に友人がいないので、そうなんですよ、僕が気が許せる友人と言ったら、もう本当にすごい昔から友人であるその一人ぐらいだと思います。その一人ぐらい、はい、そんな友人関係です。そんな友人関係の中で、あれですよね、やっぱり友人に弁護士さんとか警察官さんとか、あとは会計士さんとか、あとはそうですよね、なんだろうな、まあそうした、なんて言うんですか、ちょっと法律に強い方たちがいらっしゃると、友人としてなんかちょっとあれですよね、いいですよね、なんかこう助けてもらいそうで、そんな感じいたしません。そんな感じがいたしまして、友人にはそうした方々がいらっしゃるとなんか嬉しいような気がいたします。はい、ですからそうした方々、僕と友人になってください。ちょっとペコリが遅れちゃいましたよね、すみません。それもなぜかというと、やっぱり目がしょぼしょぼしてるからです。なんだか涙ぐんでるんですよ、僕今。そうなんです、よくちょっと周りが見えないのでございます。ですから、あれあれ、なんだか見にくい、さっき泣いたせいかな、はーってみたいな感じになってます。はい、ですのでちょっとまたつっかえるかもしれませんが、どうかそこはご勘弁願えますと幸いです。じゃあちょっとはい、振り返ってみましょうね。振り返って、まずは
ゴールデンウィークですね。ということでございまして、もうもうゴールデンウィークですよ。全然そんな気持ちになれないよ。皆様も、はい、昨日も申しましたが、ゴールデンウィーク何するの？に、瀬戸香さんのようにご回答いただけませんとならないと思いますよ。はい、もうもうご回答をそうしてくださいませんと、そうは思います。そしてそして、はい、ゴールデンウィークはリス君同様お仕事をして過ごす予定ですとのことでございますよ。瀬戸香さんと僕は仲間ですよ。お仕事もしたくないですよね、ぶっちゃけますと。そうですそうです。一番なんて言うんですか、休日の中で一番仕事をしたくないのっていうのが、ゴールデンウィーク、あと三が日、ここら辺です。ここら辺本当に仕事したくないです。ですからもうもうそうなんですよ、引きこもりスアワーもその日は休日にしないっていうことを言いたくなっちゃいますよ。そんなような気がいたします。でも皆様が僕のことを楽しみにしてくださると信じてますからね、信じてますからね、信じてますからね、信じてますからね。もうもうそれ以外でもうもう僕の気力をこうなんて言うんですか、モチベーションを上げていく方法がございません。もうもう皆様が楽しみにしてくださる、それ以外にもうこのモチベーションを高めるだけの理由がございません。ですから本当によろしくお願いいたします。お便りもよろしくお願いいたします。そうですそうです、お仕事、そして瀬戸香さんお仕事お疲れ様です。もうもうどんなお仕事なんでしょうね、それは気になっちゃいますよ。でもそこは秘密で当然だと思います。ですので休日なのに本当にお仕事お疲れ様でございます。あれですか、それともあれかな、休日は休日で休めますけれども、その間に挟んだ平日日、ここがお仕事っていうことですかね。それともやっぱり休日関係なくのお仕事なんですかね。多分休日関係なしのお仕事なんでしょうね。そういうように僕は睨ませていただきました。そうなると本当に面倒ですよね。もうもう本当にもうお仕事っぽいってしたくなっちゃいますよ。本当にそうは思いまして、もうもう本当にお気持ちすごいわかります。お気持ちものすごいわかりますよ。お仕事もうもう、でも瀬戸香さんはどうなんでしょうかね。楽しまれてお仕事されるっていうパターンもございますじゃありませんか。ですからそういう方でしたならばお仕事も楽しいよっていうふうにおっしゃるかもしれませんし、でもうもうそんなふうなことを思いました。そしてそして、そうなんです、あ、仕事の合間に掃除もしますよ。私の大掃除は年末ではなくてゴールデンウィークなのです。頑張りますとのことですよ。もう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 ゴールデンウィークただでさえ動きたくないのにお掃除するなんてどれだけ頑張り屋さんですか。瀬戸香さんはすごいな。なんでしょうね、僕もう本当に普通に瀬戸香さんのことを本当にあれですよ、感心しますよ。もうもう尊敬ぐらいしちゃいますよ。だって
お掃除ですよ、お掃除。お仕事もあるのに、お仕事もあるのにお掃除、これってできます？僕は無理だな。まだそのあれですよ、年末でも、年末も別に休日じゃないんですよね。ですから年末もしたくないですし、お掃除ってやだなっていうところが正直です。以前に僕がお掃除した机の状況を公開しましたが、またまたぐっちゃぐちゃになっております。またまた机の上はぐっちゃぐちゃ、そういうような状況です。もうめんどくさいんですもん、正直言って。そのお掃除っていうのがもういちいち、もう思わず泣いちゃいましたけれども、もういちいち、食事とかしたら、お食事の後片付けとかしなきゃなんないじゃないですか。そういうのもいちいち面倒なのでございますよ。ですからもう本当にもうぐちゃぐちゃになっております。でも瀬戸香さんが大掃除されるっていうことですから、よし、じゃあ僕もやるぞっていう気持ちになりました。まあ大掃除までいきませんけれどもね、僕の場合はとりあえず机の上をきれいにする、これでございますよ。はい、またそれにチャレンジしたいと思います。またそれに、まあでもすぐにまたぐちゃぐちゃになるんですけれどもね。ということは、結局のところぐちゃぐちゃになるんだから、片付けたって仕方なくないですか？結局ぐちゃぐちゃになるんだもん。そうですよね。そう思いません？皆様はどうです？結局ぐちゃぐちゃになるなら片付けなんかしなくていいよっていう風になりません？もう僕だけですかね。もう本当に面倒だなって思っちゃいますよ。ですからお掃除頑張ってくださいね。僕はその瀬戸香さんの大掃除を心より応援させていただきます。めんどくさいなんて言っていたら、どんどんほこりだらけにもなっちゃいますしね。実際僕の、はい、住処なんてほこりだらけですよ。ものすごい状況になってると思います。本当に角という角、なんかそういうところにほこりのたまり場になっていると思いますよ。そういうところが、そういうことでございますから、日々まめに掃除する、これはバイクさんのお言葉ですね。でもなかなかそうはできませんので、そうなんです。はい、また散らかったものをちょっとはお掃除したいと思いました。はい、僕も頑張りますよ。そしてあ、チーズ美味しいですよね。種類もたくさんあって楽しいですし、とろける系のチーズを乗せると何でもごちそうになるような気がしてしまいます。そんなわけで、また美味しそうなチーズに出会ったら教えてくださいね。ということでございまして、美味しいチーズに出会ったらお教えしますよ。でもなかなかチーズって手を出せないんですよね。だってボリュームがない割にちょっと高いじゃないですか。まあちょっと味付けをなんて言うんですか、味付けっていうか調味料的にも使えませんし、チーズはちょっと僕の中では贅沢品っていうようなイメージがあって、なかなか手が出ないんです。でもそのチーズ、改めてそうなんですよ、瀬戸香さんからのご要望ですから、チーズにはチャレンジしたいと思います。美味しいチーズって、でも僕確かに
何ですか、クラウンメロンチーズ、これは明らかに美味しかったですけれども、他のチーズってあんまり味変わらなくありません？他のチーズどうです？ちょっと匂いのきつい粉チーズみたいなのもそれはそれで美味しいですけれども、それはそれで特徴的ですけれども、普通の他の、はい、チーズというチーズ、あまり味変わらないなっていうような気がするんですよ。そこら辺どうですか？そこら辺僕だけです？チーズってあんまり味変わんないなって思うの。そういうところが思いまして、僕はあんまり変わんないなってちょっと思ってます。ですので、ちょっと奇抜なところを探してみたいと思いますよ。どうせなら、どうせ食べるなら、なんかまたそのクラウンメロンチーズみたいにちょっと名前が不思議なもの、このチーズをやってみたいと思います。はい、クラウンメロンチーズは本当に普通におすすめですよ。普通に美味しかったですからね。はい、とっても柔らかくて、そしてそうそう、クラウンメロンは一部のマスクメロンのことですね。以前静岡の友人かっこメロン農家かっこ閉じからいただいたことがあります。とっても美味しいですよ、ぜひお試しを、とのことでございまして、もう先ほども申しましたが、メロン農家さんにお友達がいない限りマスクメロンは手が出せませんよっていうことを言いたいと思います。それぐらいめちゃくちゃ高いっていうイメージありますもん。でもクラウンメロンってじゃあマスクメロンの種類なんですね。じゃあマスクメロンをあえて使わずクラウン、なぜクラウンかと言ったらやっぱり王様的なところでございましょうか。王冠ですよね。王冠をそういうイメージをさせるようなネーミングにされるっていうことは超絶お高い級のお高いっていうことじゃございません？きっと超絶お高いんだろうな。その分きっとめちゃくちゃ美味しいんでしょうね。僕メロン好きなんですよ。でも作者さんがメロンが嫌いなんです。そうなんです。ですから有限会社ジンコジンコでマスクメロンが出ることは絶対にございません。そうなんですよ。メロンってなんか作者さんはどうも今一つらしいです。なんででしょうね。そこら辺が分かりませんよ。僕は美味しいなって思いますのに。スイカも、あれ違ったかな、スイカだったかメロンだったかどっちだったかを忘れちゃいました。どっちも嫌いだったかな、確かどっちかが嫌いだったのでございますよ。急にわからなくなっちゃいました。すみません、わからなくなっちゃいまして、作者さんのことなのに。はい、そうなんです。ですからまあ食べる機会がないということでございまして、どなた様か、はい、お待ちしてますよ。有限会社ジンコジンコ宛てに、はい、リス君へっていう風に別にマスクメロンを送ってくださっても全く問題はございませんからね。これだよ、これ食べてみなよみたいなことでクラウンメロンをくださっても、はい、もうそこら辺も皆様のさじ加減にお任せいたします。そういうことでございまして、もしかしたら届くかもしれないなっていうことを期待しながら、じゃあいずれ来るそのクラウンメロンのその味わいを想像して、またまだ残っているクラウンメロンチーズを食べたいと思います。はい、何と合わせたら美味しいですかね。そこが問題だな、本当に考えちゃいますよ。
ということでございまして、瀬戸香さんからいただきました。はい、お便りでございました。瀬戸香さん、お便りありがとうございます。もう本当にいつもいつもお答えくださってありがたいばかりですよ。もう僕はもう本当に瀬戸香さんに頭が上がりません。もう本当にそう思います。そういうことでございますから、また僕の疑問が溜まってきた頃には、はい、お答えいただけますと嬉しいばかりでございます。お待ちしちゃいますからね。そういうことでございまして、皆様からはまだまだ募集しておりますよ。ゴールデンウィークの過ごし方、はい、なんだか円が安いっていう風に言われている昨今ですから、海外へ旅行される方とかいらっしゃったら、ちょっとかなりなあれですよね、本当に贅沢な過ごし方ですよね。そういう方もいらっしゃいましたら、ぜひともお便りくださいませ。今カリフォルニアだよとか、そういうことも、はい、カリフォルニアからお便りしてるよとか、そういうところを、はい、ぜひとも僕にお教えいただけますと幸いです。じゃあ行きましょうか。お次のコーナーに行かせていただいていいですか。じゃあ行きますよ。じゃあ次はお夕飯コーナーに行きたいと思います。はい、では行きます。僕の昨日のお夕飯は、お豆腐ツナのコーンドレッシングぶちかけでございます。それというのもこちら、はい、そうです、お豆腐にツナをまず乗っけて、そこにその上からコーンドレッシングをかけた、そういうような一品でございます。はい、まあコーンドレッシングにちょっとしてみました。ツナマヨにしなくて、はい、ツナマヨだとありふれてるかなってやっぱり思ったんです。ですからコーンドレッシングにしたところ、まあ普通に美味しいです。普通に美味しいです。ツナがちょっとお肉っぽく感じるんですよね、やっぱり。これあれなのかな、これって商品名なんですか、シーチキンって。そうなんですよね、きっとそうなのかな。そういうような名前になるだけあって、まさにお肉っぽく感じて、ドレッシングをかけるとなんかお肉を食べてる感じになれましたよ。はい、とっても美味しいです、普通に。そしてやっぱり僕はこのコーンのドレッシング、これが特に本当におすすめでございます。普通に美味しいです、普通にもろこしの甘みがちゃんと出ていて、そしてもうその口の中にそのもろこし感がものすごい広がって、さらに言えば、なんでしょうね、しょっぱからず、甘からず、はい、そういう感じでございまして、まあ、何の味というか、何で美味しいんだろうかよくわかりませんが、とにかく美味しいです。はい、やっぱり一番は、そのトウモロコシの、はい、風味、コーンの風味がとっても効いてる。これが美味しさの一番のポイントだとは思いました。僕、トウモロコシが好きですからね。ですから、はい、僕はそのコーンのドレッシングはおすすめさせていただきます。そしてツナが結構、まだまだパンチ力があるんですよ、ツナの味が。ですからドレッシングでかき消えることなく、ツナの味もしっかりして、まあちょっと味がごちゃっとなったかなっていう感じはしましたけれども、それでもまあ美味しく食べることはできました。ですので
総合的にはおすすめと言わせていただきたいと思います。総合的には、はい、そういうことでございまして、はい、美味しく食べることのできたお夕飯でございました。じゃあじゃあお次はお一言お便りコーナーに行きたいと思います。じゃん、ペンネーム三ピアさんよりいただきました。三ピアさん、またまたすっごいお便りいっぱいありがとうね。いっぱいいっぱいいただけたことによって、またまたサンピアさんライブラリが充実いたしましたかな、ということでして、またまた新しい、そんなお一言お便りいっぱいいただいちゃいました。サンピアさん、お便りありがとうございます。もうもう本当に普通に、もうもうもうやっぱりサンピアさんにも頭が上がりませんよ。いつもいつも本当にたくさんのお一言くださいましてありがとうございます。じゃあじゃあ本日のそのお一言拝見したいと思います。じゃん、これは僕の理想ですね。はい、僕の理想と言わせていただきたいと思います。何かというと、はい、今は何ウィークです？何ウィーク、はい、まさに金の習慣ですよね。ということは、その、はい、その何のウィークの、そのほにゃほにゃウィークのほにゃほにゃを、はい、加えてください。はい、まずまずというか、冒頭は違うんです。語尾にそれ、そして冒頭は何かというと眠ることです。眠ること、はい、よくほにゃ正月とか言うじゃございませんか。ほにゃ正月、はい、眠って過ごすことを、お正月に眠って過ごすことをほにゃ正月って言いますよね。そのほにゃの部分でございます。それを冒頭につけて、そして、はい、今のこの、はい、金のをつけてください。金のウィークは必要ございません。ウィークはそういうことになりますと、それで今回の一言は完成でございます。どうですか？そうですよね。お分かりになられましたよね。今回はお分かりになっていただけたと思います。ですから、やっぱりその、ほにゃ正月みたいなように、その、ほにゃほにゃ、まあまあ、ウィークで過ごしたいなっていうのが、僕の思うところではございました。そうなんですよ。僕の本当に理想形ですよ。そうして過ごすのが僕の中ではもうもう一番っていうところでございます。わざわざ混んでいるところに出かけなくてもいいよねっていうところ思いますよ。わざわざだって出かけるのってどうなんです？もうもう明らかに混んでるんですもん。明らかにそれおかしいですよね。もうもう確かに休みがここしかないっていうのはわかりますよ。でもみんながみんな混む場所に集まる、これはなんだか僕としては効率が悪いなっていうように思っちゃいます。効率が悪いなって、どうですか？そうは思いません？それに旅行とか行くと旅行疲れしますし、せっかくのお休みなのに旅行疲れしちゃったら、せっかくのお休みが台無しじゃないですか。そんなことございません？そういうように思いまして、
僕は、はい、このほにゃほにゃほにゃウィークにどこか出かけるのはなんかちょっと、やっぱり効率が悪いなですかね。そんな感じに思っちゃいますよ。すみませんね、ちょっと悪びれた感じで言っちゃいまして、はい、すみません。悪びれたで合ってます、僕の使い方。なんだかもういろんなことがごちゃごちゃになってきましたよ。そういうことでございますから、はい、もうお分かりになったと思います。じゃあ行きましょうか、サンピアさんの一言いきますよ。それでは行かせていただきます。ではサンピアさんよりの一言どうぞ。ネゴールデン。